コルグトリニティトリニティとは、コルグのシンセサイザーの型番、商品名である。初代モデルは1995年に発売。鍵盤数は61、76、88のバリエーションがある。鍵盤のタイプについては、FS 鍵盤が61件と76件に、バランスドハンマー鍵盤が88件に採用されている。高機能化に伴って、 操作系統の利便性が図られており、タッチパネルに対応した320-240ドットの日立製液晶ディスプレイが搭載された。内蔵シーケンサーは16トラック、8万ノート、SMF 対応。デザインの特徴として、それまでのシンセサイザーは黒が一般的だったのに対し、トリニティではシルバーを採用したことや、 当時の日本製シンセサイザーの型番、商品名は、アルファベットと数字の組み合わせが多かった中で、トリニティという意味のある言葉を型番に選んだことも、後発のシンセサイザーのネーミングに影響を与えた。ごく一部のロットを除き、トリニティロゴは背面にプリントされていない。またそれまでのワークステーションモデルと違い、一つの音源のみでなく、他の音源を基盤増設という形で、 オプション搭載可能でき、その後に販売されたワークステーション申請の構成に影響を与えた。ラインナップとして一切の増設がなされていない61件ノーマルモデルをベースに物仕様のモス音源が標準装備されていた3機種トリニティプラス76件のトリニティプロ88件のトリニティプロ X を含む計4種類が販売されていた。 アクセスと呼ばれるサンプリング周波数 48kHz24 アンバイトの PCM 音源を採用し最大同時発音数32音ただし内蔵の PCM 音源に鍵盤上の演奏だけでのポルタメントはかけられずモス音源が搭載されたモデルでしかこの奏法は楽しめないこの点は後継のコルグトリトンシリーズの PCM 音源における シンセサイズの大きな差の一つと言える。いち早くパフォーマンスで使用したのは、坂本隆一である。コルグ社のペーパーマガジン、プリビュー誌8号インタビュー記事内で、黒のボディ乗ってないんですかという彼のコメントが掲載された。これを具現化した、ブラックボディモデル、BK が制作されたが、メジャーシーンである時に使ったのは、小室哲也で、皮肉にも、 坂本モデルではなく小室モデルと称される。坂本隆一とのライブ共演以降、小室もトリニティをメインシンセとしていたが、グローブのライブ等でこの BK モデルを使用するようになった。当時キーボードマガジン誌の広告には、限定100台生産かつ超大物アーティストが使用と銘打たれつつ、61件ノーマルタイプ仕様のみが先行発売された。 坂本のメインシンセはこの後、ヤマハエスシリーズ及びモチーフシリーズへ移行していく。派生製品も多く、キーボードマガジン編集部と共同開発した特注モデルや t r ラ a c というモジュール版も作られた。1998年には、物理モデル音源部を録音ポリに、仕様変更したトリニティ V3 が発売され、以前のトリニティシリーズから、 V3 へのアップグレードも可能となった。しかし、1999年に PCM 音源部を62音ポリに増加し、トリニティ同様、タッチパネルを持つトリトンの登場により、トリニティは生産完了となった。1995年発売当初、OS はバージョン 1XXK が搭載されていた。タッチパネル搭載のキーボードとしては斬新ではあったが、 タッチ操作に対して反応が鈍い、画面切り替え時などの動作が遅いといった現象が散見された。コルグはこれを解消すべく、ロムの交換等といった物理的な部品交換などではなく、OS の更新プログラムを提供するという、当時としては珍しい手法で対応していった。手段の一つとして、インターネットによるファイルの提供が行われてきた。 しかし、プログラム更新対応が始まった初期の頃は、日本国内で高速回線が普及しておらず、パソコンも非常に高価であったため、これに対応できないユーザーも少なくなかった。そのためユーザー登録を済ませたユーザーには、コルグより更新データが2枚1セットのフロッピーディスクに媒体化された状態で、郵送等で更新プログラムが提供された。その後、 マイナーチェンジプログラム、バージョン2、XXK がコルグより提供され、大幅なパフォーマンス改善が図られた。2015年現在の最終バージョンは、バージョン2.4、1である。さらなる後に、リリースされた V3 シリーズにあっては、単なるモス音源録音ポリカが実現されただけでなく、搭載された OS が、バージョン3、XXK であったことに由来した。 また、口述のオプション、MOS トライを作動させるには、このバージョンがインストールされていることが必須となる。ちなみに、ソロトライは、バージョン3 x x 系では、認識から作動せず、同様に、MOS トライは、バージョン2 x x 系では、認識から作動しない。V3 シリーズにおける、2015年現在の、最終バージョンは、バージョン3.1、2である。 補足ながら、ノーマルタイプモデルには、どちらの OS もインストール可能である。2015年現在、各最終バージョンの OS プログラムは、コルグの日本サイトにはアップされていない。それぞれのオプションを搭載すると、電源投入時の起動画面に、ロゴが表示されると、変化がある。ありがとうございます。